はい、デイジー賞ということで予想していきたいと思います。秘密結社ヒガム総帥ハッチでございます。まあ、こちらね、中山の9レース3歳1勝クラス牝馬かなってことでね、やっていきたいと思うんだけれども、まあこちらもやっぱりオークスに向けてですよね。マイルの距離を超えてきたり、まあね、ボバで言えば 2000m を超えてきて、皐月賞の距離を超えてきたりってことは、ここ勝って、まあもうトライアル直行っていう感じのローテ組よねっていう、まあそんなメンツですね。というわけで今回軸は9番ラスマドレス。まあキャロットの馬ですからね、アビラ3区、ノーザンファームの育成力、中10周と、しっかりローテ間隔を空けてきましたし、まあ、昇級戦4着、形を作ってからのそこからの成長って考えると、まあ、この馬中心でいいのかなというふうに思います。まあ、そして1番、ルージュエヴァイユネット競馬想定1番人気、新馬勝ち以来。まあ、ただね、新馬勝ちもね、末脚はすごい評価できるとは思うんですが、今日ね、結構、まあ、中山前残りって聞いてるんでね、てか開幕週なんでね、まあ、これは紐でいいと思います。まあ、そして4番オンリーオピニオン、まあ、重賞4着、復帰戦も4着、そしてね、まあ、それぞれ逃げてある程度粘ったってことで紐まで入れて、紐にこっちの方がね押したいところですね。まあ、そして5番ラブパイロ、まあ、前走初芝でそれなりでしたし、まあ、ダート決闘のパイロ3区ってことですね。ラブカンプーとかと同じあの場面のパターンですから、多分同じ馬主さんだと思います。未勝利勝ちも逃げ切りでしたし、まあ、同じくしぶといタイプみたいな感じで期待をしたいと思います。そして7番ルミネイト、横山武史騎乗でね、継続で、まあ、前走の未勝利勝ちから、まあ、逃げて一変しましたし、ここでもまあ同じように期待をしてもいいのかなということで、逃げ期待ということで印を打って、今回はまあ9番3番人気からこんな感じでやってみたいなと、まあ、確実にねちょっと配当を得ておきたいなというふうに思っております。まあ、そんなわけでまたやっていきますので、あのこちらの方ね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あの重賞2つはメインチャンネル、フェガム TV 別チャンネルで上がってますので、よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。